分散温泉は台湾河連県の北端、周林郷に位置する温泉。地質的な分類としては中央山脈の大南沖偏岩区にあり、主な地質は変質岩である。太城角国家公園の中で唯一の野外温泉であり、太城角渓谷の大理石の岩盤から湯が湧き出るという変わった温泉である。災害のため一時閉鎖されたが、現在は 部分的に再開されている。1914年、台湾総督府が、原住民族のタロコ族を討伐する、タロコ討伐の最中、日本兵部隊の深見少佐が発見したことから、深見温泉と呼ばれた。太平洋戦争終結後は、付近の地名のタビトから音を取って、大北投げ温泉と解消された。後に、タビトは、中国の詩人文天章の名前を取って、 天照という地名になり、温泉の名前もこれに倣って、分散温泉という名称に至った。大砂景のほとりから湧き出すという立地条件のため、大雨の後は、川が運んできた土砂が堆積することから、ふと白閣国家公園管理所が2001年に改修を行った。安全設備を充実させ、観光客の利便を図り、天照消火支店が維持補修を行っていた。しかし、 2005年4月3日16時半頃、土砂崩れが発生して、多くの観光客が巻き込まれ、二人が死亡5人が負傷した。それ以降、分散温泉は閉鎖された。2011年9月に、安全のために規模は縮小されているが、部分的に温泉は再開された。透明だが、洋州があり、湧出口には、硫黄の沈殿がある。水温は、約43度。 pH 約6.5。硫酸4約 482ppm。炭酸4約 82ppm。ナトリウム4約 97.2ppm。カルシウム4約 142ppm。中性の硫酸塩線に分類される。台湾鉄路管理局、木と巡る線及び、台東線の河連駅からバスで約2時間。ありがとうございます。